今回はお腹をへこませるためのプランク、これを腹筋に3倍効かせる方法として紹介していきます。腹筋はどうしても首や腰が痛くなってしまう、プランクをしても腹筋に効く感じがしない、そういった方は今回のプランクをやってみてください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、プランクで手を万歳することによって腹筋にたった20秒で3倍効かせる方法があるんです。プランクというとこのようにキープする、腰が反れてしまったり腹筋に効く感じがしない、そうなるとやらなくなってしまいますよね。今回は20秒だけでいいです。1回だけではちゃんとできるかわからない、そういった方のために3回頑張ってみましょう。3回行うことによって筋肉をしっかり使うことができる、やり方のコツがだんだんとつかめてくる、そういったメリットがあります。20秒の3回、1分でいいです。動画を見ながらチャレンジしてください。それでは紹介します。プランクはお腹に効かせるコツがあります。それは腰をしっかり丸めてお腹を締める、息をできるだけ長く吐いて腹横筋を使う、この2つがポイントになります。通常は肩の下に肘をつくんですが、今回は万歳します。手も足も肩幅、万歳した状態で膝をついたまま腰を丸めて胴体部分だけを床から浮かせます。これは腰が反れていると体が持ち上がりません。しっかり腰を丸めてお尻を締めてキープです。これを20秒間頑張ってみましょう。腹筋に3倍効くのでちょっと辛いかもしれません。一緒に頑張ってみてください。それでは行きます。スタート。このままキープ。体がもし上がらないよって方はちょっとだけ肘を手前にしてもいいです。できるだけ息を長く吐いて、うわー頑張って、お尻を締めて、よし、オッケー。一回ね、腰を少し丸めてください。それでは2回目いきましょう。だんだんと腹筋に効いてくると思います。それではいきます。スタート。しっかり腰を丸めて、おへそ覗き込む感じでいいです。体をしっかり持ち上げて、お尻を締めて、どうですか皆さん、浮いてますか。よし、 OK。 あともう一回です。ちょっとね、膝を抱えてちょっとだけこうやって転がってください。よし、それでは3回目いきましょう。徐々にね、腹筋に効いてきてると思います。よし、ラストいきましょう。スタート。どうですか皆さん、ラスト。しっかり腰を丸めて、お尻を締めて、お腹をへこませながら息を長く吐いて、あと少しです。よいしょ、ダーッ、うほほほ。お疲れ様でした。どうでしたか、万歳したプランク。プラスアルファ、膝をつくことによって腰を丸めやすくできます。通常肘とつま先でやるプランクではなかなか難しかったでしょ、腹筋に効く感じがしなかったでしょ。今回のプランクをやってみてください。そして腹筋というのは、腹筋がある人ほど力が入るのでお腹が早く疲れます。平気だよって方はちょっと腹筋弱い場合もあります。週に2回この動画を見ながら万歳プランクやってみてください。頑張ってできたよ、持ち上がらなかったよ、そういった感じのことはグッドボタンやコメントで教えてください。各種 SNS もやってますんで、説明欄からリンク見てもらってフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。